さあお前かということで、皆さんこんばんは、セルベサルでございます。昨日の今日なんですけれども、昨日の車載でデブル補正ブーストを使うという暴挙といいますか、変態セッティング、あれがことのほか良かったんでね、今日またちょっとそれの派生でテストしていこうと思ってます。今日はまず G9 Pro 2の方でやってます。で今日も基本的にほぼ同じシチュエーションと設定で、何が違うかというと、レンズが双方ともですね、超広角の、ズームレンズ、これを使ってやるということでございます。何度も申し上げている通りですね、私が基本的にやっぱり車載を撮るとなると、まあ、やっぱり超広角で撮っておいて、でちょっとシネスコっぽいトリミングをして横長風情にするとかですね、まあ、そういう応用が効くという意味でも超広角で撮っておきたいという本来は人なんですけど、今のところはデュアル S2 効かせた方がよりいいという状況なので、最近はちょっと 24mm 換算で撮るということが多いんですけど、これ消防車ですね。どうした、確かバス臭い気がするな。見てる限りはどうですかね。今日道の路面が、路面のまた状況がまたいいんでね、なんとも言えないですけど、なんか MF のピーキングが出てるせいか、結構やっぱ綺麗だよな。でも昨日は最初 S5-2 やってから G9-2 に切り替えたら、まあ、やっぱりちょっとセンサーサイズの違いは感じましたよね。ノイズが違うなっていう感じがしましたけれども、向かいに止まってるのは、あれも消防車かな、なんだか不穏ですね。今日は水曜日、今日本当は出るつもりなかったんですけど、リモートワークが残業になっちゃいまして、しかも今日マイクロ SD カードが届くということで、夕飯前に買い出しが出られなくなっちゃったんですよね。仕方ないから余り物で飯作りつつやってたら、まあ早めにメモリカードが届いてちょっとテンションが上がったんでね、エンジェルバードっていうところのマイクロ SD で UHS-II 対応で V60 っていうかなり珍しい高速のカードが見つかりまして、で何を隠そう、フォトレシオさんの先日の亀ニューライブで、あの方が今回の CP プラスでエンジェルバードっていうブランドなのか代理店なのかのなんか売り子的な解説員みたいなことをやったらしくてですね、まあ、その関係であの割引クーポンを配ってくれまして、ちょっと前からなんかおもらしで配ってたんですけど、でまああの方のライブを 1.5 倍で見ながらエンジェルバードのホームページ行ったらですね、あ、早いマイクロ SD あると思って、でその場で買いましたっつってチャット入れたら、ちょっと迷惑がちに喜んでましたけど、いや分かるんですよね、ライブやってると本当にお題目があるとめちゃくちゃテンパるんで、ね、余計なチャチャがちょっと入りすぎるとね、うるせえなって感じになるのよく分かるんですけど、買ったらパッケージがめちゃくちゃなんかおしゃれで、手書きのありがとうございますとかはがきが入ってたりとかですね、ちょっとテンション上がっちゃったんですよね。で今日は S5-2X のに早速そのカードをアダプター付きで作ってきたんで、まあ動作チェックにもなるかなと。私メインのミラネスのカードはプログレードのゴールドを使ってまして、まあ、これも信頼のプログレードってことなんですけど、実はこれより速度速いんですよね、今日買った
エンジェルバートのマイクロ SD のくせに速いんですよ。260GBps、260MBps とか出るんですよね、確か。一番速いんですよね。すげえなと思って。まあその辺のよもやま話は置いておくとしてですね。で前回どう良かったかっていうと、まあ、なかなかやっぱり揺れが、まあ、ガッタガタのね、本当にガタガタの路地裏とか来ちゃうと厳しかったですけど、もう物理的にもう 目に見えるようなガタガタボディが揺れちゃうんでね、あの高速の突き上げが連続できちゃうと、もうどんなミラーレスのプレホゼとか収まんないのはよくわかるんですけど、まあ、それ以外はなかなか見たどまりしていたなっていう感覚があって、漁師だったら、まあ、あのレンズ内ブレ補正がなくなっちゃうと、そのデブレ補正ブーストの骨子であるところの、まあ、光学系をフルロックするみたいな、まあ、それの力弱まるだろうことは想像に難くないんですけど、ただ家でちょっと試したらですね、まあ、手持ちで普通に止まり物を取るにはあんまり変わらないぐらいの感じがしたんで、ね、まあ、それを実際テストしておこうと。まあ、その印象はもしかしたら広角になったがゆえの印象なのかもしれないんですけど、まあ、一応のテストということでございます。あともう一個感じたのが、まあ、これも前から申し上げてるんですけど、 S5X の方はなぜか内蔵マイクの音がこもってるっていうふうに言ってたんですけど、で高チューブさんなんかは、まあ、使ってるカプセルがちょっと違うんじゃねえですか、ダウングレードされてんじゃねえですかみたいなこと言っていて、で昨日も、まあ、このラフなね内蔵マイクでの車載のうるさい状態で この声の取れ具合ってかなり違いがあって、いい条件で聞いてる声の取りよりなんかよりも全然違いがあってですね、 S5X も全然いいんですよね。はい、じゃあ一応は遠くのスーパーに来ましたので、何時までやってるのかよくわかんないんですけど、一応ちょっと買い物的行動もしてみたいと思います。もうカスラーがあるから深い止めすればな。これってどっちなの、まあいいな、とりあえずスーパー物色しておりますこのハスラー、パンダマークまでついてるんでオフ会しとけばよかったですね。私の後ろに止まってた岡山ナンバーの初代タントはエンジンつけっぱなしですね。雪国あるあるでエンジンつけっぱなしでちょっと買い物するっていう人多いんですけど、車にいないんですよね本人は。大丈夫なのかな。はい、ということでカメラが S5X に変わっております。音がだいぶ違うと思いますけれども参考にしていただければと思います。あ、さっきのタント出てきた。いやー、このスーパー夜くんの初めてなんですけど、まあ、これも視聴者の方に教えていただいたスーパーでございまして、いや夜来たらですね、私の昔住んでいた、もう10年以上前ですけど、千葉県の木更津の城西というところに、ロックイオンタウンかな、私がいた頃はロックタウンって呼んでたんですけど、今なんかイオンタウンに変わってるらしいんですけど、そこのマックスバリューになんか雰囲気が似てて懐かしかったですね。デジャブでした。めちゃくちゃ明るくて都会的なんだけど人がいないっていうね感じ。総菜を安くゲットするとかその辺は難しいですけど、雰囲気はめちゃくちゃいいですね。いや今日来てよかったな。本来はね、こういう安上がりな人間なはずなんですけどね、なんかカメラなんかにハマっちゃったからね。
まあ、でも何かしら私が、まあ、変に男の子っぽいこういう金がかかる趣味を絶対常に何かやってんですよね。物心ついてから学生の頃はあのもうオーディオマニアとレトロパソコンマニアをやってまして、なんかねもう15キロある電、今はデノンっていうらしいですけど、電音のねサイドウッド付きの CD プレイヤーとか20キロあるソニーのアンプとかね、電車で持って帰ってきてましたよね。すごい、誰にも自慢できない武勇伝ってことじゃないですけど、途中で段ボールがぶっ壊れてきましてですね、転げ落としそうになりながら持ってきた記憶が今ふと蘇ってきました。でこの右左折の違和感もなんか昨日あんまなかったですよね、そんなに。まあ、全体的にやっぱちょっとなんか電子手ぶれ補正の効きがおかしいみたいな、なんかこう駒落ちしてるような感覚みたいなのがあるんですけど、そこまでの違和感でもなかったかなって思いますね。ちなみにちょっと今日レンズの価格の違いで S5XX は 14mm、さっきのやつは 8mm18mm なんで、換算 16mm になってるし、でしかもあっちの方はもう昨日のテストでよく違いは分かったので、まあ、具体的な違いとしては、まあ、ほぼ同じような感じなんだけど、やっぱりなぜかですねフルサイズの方がブレがロールブレなんですね。ロールブレで割と穏やかに感じられる。でも、G9 の方はなぜか上下のブレに感じられちゃってるので、なんか G9 の方があれブレ補正良くないみたいな感じがするっていうのはよく分かったので、今日は G9 Pro 2の方は電子手ブレ補正は強にしました。これも最近ね、本当に手持ちとか手持ち歩きと手持ち走りは G9 Pro 2の電子手ブレ補正強はまあ、すごく適性があって、まあ、むしろそれ特化って感じですよね。 Vlog の歩き走りみたいなもの特化モードが G9 Pro 2の電子手ブレ補正強っていう感じがしていて、あんまりこういう車載とかにはあんまり効果はないような、それでいてクロップがでかいんでどうなのかなっていうのはあるんですけど、まあ一応今日はそういう違いがあると。だから価格がだいぶ違うと思いますね。てか道が良すぎるな今日は。さっきの消防車まだ止まってますね。まあでも雪解けちゃえばね、雪解けてある程度の冬の穴あきアスファルトの補修が終わると、まあ北海道とはいえですね、それなりに滑らかな路面にはなるので、まあ今後メインチャンネルでお見せするような動画はそういうところ走る風景が多いでしょうから、引き続きちょっとねメインチャンネルの位置が微妙になってまして、じゃあまあ消防車もいいんで違うルートで帰りましょう。なるべくガタガタして帰りましょうか。雪だまりの高さはでかいですよね。高い。
ゃあ今日はそんなところでございますね。それでもうほぼほぼ追加検証も終わりかなって感じなんで、今後の車載の取り方が決まると思います。ではまた別の動画でお会いいたしましょう。さよなら。